こんにちは、佐々木です。本日はメルカリローソンの U パケットの使い方を解説します。発送方法のやり方のコツとはというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。ローソンにですね、 U パケットで配送する商品を持って行って、まずですね、ロッピーで真ん中のボタンを押してください。赤い枠ですね。その後にこちらの画面が出ましたら、そのまま赤いボタンを押してください。で、こちらですね、ロッピーのバーコードですね、当てるとこがありまして、こちらですね、こちらの赤い枠をですねに、スマホのですね、メルカリのバーコードを押してください。そうしますとですね、配送先の確認ですね、確認の画面が出ますので、こちらで U パケットなんですけど、こちらで確認をぜひしてください。その後レシートがですね発見されます。で、このレシートですね、こちら出てきて、これまだ確認していただきいいかと思います。で、このレシートを持ってですね、レジに持っていただいて、まあ、レジの方はね、こういった風に梱包しますので、このまま商品の配送になります。ぜひ試してみてください。では、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録した際にニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。